音兵器防衛テクノゲームチーム忍者いやマジマジかじゃこの辺はストート召喚獣選ぶんでしょいやもうマジお願いえいやいや引き継がね引き継がね引き継がねえしえまさかガチャできねえうわこれチーターできねえこれやべえオプションオプションえ画面の明るさちょっと明るく目にしとこっかな見づらいもんねこんぐらいうわーマジかガチャできねえわうんなんだこれいやショップはいいやオンラインバトルうーん基本操作ちょっとチュートリアルまだやってないからな最悪やり直せねえじゃんよこれわ何え何これチュートリアルいつでも再プレイ可能ですおい何これえ選べんのうわうちが取ったやつこんなやつだったよな何にするゲームなんだこれ格ゲーえどれがいいかなわかわいいおっぱいがちょっと危ないけどおーおおどれにしよっかわあセフィロスめっちゃかっこよくなってる長っ武器長っじゃあこいつにするわ美しい美しすぎる何これんバイオガ臭そうなんかこれでいいやとりあえずセットがわからない召喚獣これだったからなマジ最悪だわもう仕方ねえこいつで行くしかねえじゃあチュートリアルだぞこれ本当にこれチュートリアルなんか危なくない味方バトルセットショあ初級編にしようとりあえずカメラの操作キャラクターの移動はスティックジャンプ空中でバツを押すと2段ジャンプああ押し込むとあのセットね OK ジャンプ移動ジャンプ目的地へ向かいますうんうんジャンプ何何止まってるんだけどえ、OK ロックオンターゲットと実行これでロックオンかはいはいはい同時に押すと一番近い赤くなりますあーはいはいはいスタートロックオンロックオンオッケークリアダッシュはこれかあバイオハザードと一緒かあ違うなバイオハザードの逆かほい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 ダッシュおおあと1個なんかやらなきゃいけないでしょあれ木の上かっこいい殺しちゃったこの殺すっていうかジャンプはジャンプを2段ジャンプするってことどこだじゃあダッシュあ木を壁蹴りで走り蹴るこれかおおすげえ上登れるうわーすげえ感動するブレイクシステムバトル中キャラクターの HP は他にブレイクという数値を持っています
丸。ブレーキ攻撃は丸。上丸。丸。はあ、はあ。ん？ブレーク HP 攻撃は威力を？ん？直結します。あ、攻撃。あ、はいはい。四角で攻撃の丸でブレーク。紫になったら必殺のチャンス。おお、なるほど。四角で HP 攻撃。オーケー。あ、違う違う。また間違えた。ボタン間違えた。ブレイク。ブレイク、ブレイク。ちょっと、ダッシュ、ダッシュしたいんですが。あ、これか。これか。で、HP 攻撃。あ、これか。行くぞ。行くぞ。あれ、届かん。ちゃ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 。わー、強い！もう強すぎ。ワロティス。で、防御、防御はもう逆でしょ、絶対。ガードね。ガードはよくあるやつね。ガードして、ん？バリアの色が緑、黄色、赤と変化します。え、回復できんの？わ、すげえ。はいはい。ガードクラッシュが発生します。あ、ガードしながら動けんだ、しかも。ほうほう。え、ガードしながらステップ、え、マジ、え、めちゃくちゃガードできん、めっちゃもう、もうこれ楽勝や。さあ来い、お前の技をガードしてやろう。あれ、受け身をする、あ、待って、バグってる、あ、やばい、バグってるとか死んでる、あ、やばいやばい。え、受け身がむずい。なんだっけ、何押すんやったっけ。後ろ押しながら罰じゃないの、こういうやつじゃないの、こういうよ。あれ、受け身、あれ、受け身どうやってやるんだ。やべやべ、セフィロスが死ぬ、セフィロスが死ぬ。ちょっと待って、ん、違う、これじゃない、押し続けるとか、ステップ、受け身をする。待って、もう一回三角押して聞きたい。受け身がわからんくなった。ちょっと待って、受け身、受け身の一番最後のやつがわからん。あれ、今何を、そう、 FF だよ。ちょ、もう一回もう一回もう一回、受け身、これこれこれでいい、これでいい。ズン、今ね、チュートリアルしてる、チュートリアル。木の風ちゃん、また名前変えてるし。赤くなったら防御加えるよ。あ、そういうこと、赤くなったら攻撃、防御あれなんだ、ダメなんで、あんまり読まないから。防御攻撃、この一番最後、ステップ、受け身、敵の攻撃吹っ飛ばされた時、バスで受け身を吹っ飛ばされ、え、吹っ飛ばされた時は、はあ、バスだけでいいのか。 OK、 来い、で、吹っ飛ばされた時に OK、 これが受け身か。 EX スキル、 EX、 ん？ティーナの親父はめっちゃ使ってたさ。あ、マジで懐かしいな。何だっけあれ、ジェイクじゃなくてそんな名前だった気がするんだけど、ジェクとか。味方の強化や相手の弱体化など、特殊な効果を秘めた技のことです。まあ、なんかめんどくさ。L と三角。三角系がスキルゲージか。うんうん。カスタマイズ。あー、なるほどね。三角。三角押すだけでいいかな。
有効なやつには青。エグトフス、タイミングつかめたら無双してましたよ。わらわら。三角。これ面白い？これ。あ。三角、使ってみよう。なんじゃこりゃ。あ、レムさんいらっしゃい。ティモだよ。やったー、召喚獣使えるじゃん。使ってみよう。使ってみよう。今ちょっとチュートリアル中なんだけどね。ステージを呼び出すと強力な攻撃を受けるだけでもパーティーでやってなかったんでわかんないっす。これは召喚ゲージを貯める必要があります。ほうほう、召喚ゲージ。あれ、これってターゲットじゃなかったっけ。あ、ターゲットで見えるのか。あ、召喚はもうタッチパネルなんだ。あ、そうなの。 PSP の時やったんだこれ。へえ、新しくなったのね。もうさっきね、よし、ちょっとやってみようか。あ、待て、また間違えた。さあ来い。わあ気持ちいい。何これ。あれ、召喚したい。まだできないのかな。召喚ちょっと飛びすぎてさ、吹っ飛びすぎてめんどくさいんだけど。ちょっと召喚獣呼び出したい。あれ、召喚獣さっきここの辺におったよね。おった。これどないすんだっけ。あら、ちょ、おい、召喚獣。これをどうすんだ。タッチパッド。あ、そうだ。わらすじゃねえけど、さっきタッチパッドでできんじゃんとか言ってたよね。言うけ。召喚獣。タッチパッド。押し続け。お、このゲージか。あ、めんどくさいやつだ。聖なる神父アレクサンダー。召喚獣コアターゲット。どうも初見です。サポコ失礼します。また来ますよ。わ、ありがとう。シャンピちゃん初見ありがとう。レムちゃんもありがとう。初見さんいらっしゃい。じゃあね、初見さんにはするボイスがあるから聞いててね。初見さんいらっしゃい。ティモメロディだよ。いつもはホラーゲーム配信してるの。今日はちょっと打って変わってこういうゲームをしてみたけどよくわからない。でも頑張っていってみるよ。ありがとね。よし、シンボルチャットについて説明します。シンボルチャットとは使用してるキャラクターを、シンボルチャット、あ、これな。はいはい、チャットができるってやつね。さっき見たぞちらっと。なるほど、実行してみよう。シンボルチャットだ。あ、目覚めさせようか。目覚めさせようか。あ、もう終わり？早っ。で、これは勝利状況、条件。勝利条件。スタンダードの勝利の説明をします。HP 攻撃を受けて、HP が0になると戦闘不難になります。そうだそうだな。スタンダードルールは、制限時間内に相手のパーティーライフを0にすれば勝利です。格ゲーか。パーティーライフが残っているときは戦闘不能になっても復帰して再び行うことができます。好きな場所に移動してまるで復帰し、あ、そうなの。へえー、なるほど。もう不能になってんじゃん。早っ、嘘つけ。で、まるで復帰して会いに行くとしよう。こいつ殺したいね。これでいいのかな。あいつも殺す。あ、違うか。フリーバトルスタンダード、フリーバトルスタンダード、えい。なんじゃこりゃ。かっこよい、かっこよすぎる。容赦など必要ない。かっこよすぎる。キュンキュンだ。こんばんは。走れ走れ。
とりあえず1匹ぐらい殺させてくれ。待て。あー、キラ君こんばんは、ティモだよ。今はね、ちょっとあまりよく分かってないゲームをやろうとしてるけど、なになに、浮いてんだけど、浮いてんですけど。おいおいおい、なになに、ちょっと待って待って、これ味方じゃねえだろ絶対。全然全然届かねえんだけど、ふざけんな。あ、やばい、死ぬ。ガードをしないと死ねえ。いいぞ。コアを狙うって、コアって何。あいつ殺そう、あいつ殺そう、危ねえ。よし、おりゃ。味方がやられる。味方が、ちょ、召喚獣出せるじゃん。召喚獣出せんじゃない。召喚獣、召喚獣は私の召喚獣。いててててて、あ、そっか、これ、あ、いた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 、召喚獣いた、召喚獣いた、いたいたいた、出した出した出した、召喚獣出した、いて、召喚獣出させてくれ。何の意味がかるか分からんけど出させてくれ。待て待て待つのだよ。召喚獣あの近くまで行かなあかんのか。タッチパネルで出せ。おい、召喚獣殺されたし、ふざけんなよ。私の召喚獣動くのむず。いいぞいいぞ、仲間たちやるんだ、あいつを。丸かな、なんか毒出せた気がするんだけど、三角だ三角だ、そういえば三角の攻撃受けよ。なあれ、じゃあリジェン、あ、そうなんだ、なるほど、ありがとう。よし、ちょっと召喚獣、召喚獣イフリート召喚しやがった、向こうで。やべやべやべ、あいつ隠れて召喚しやがったし。いやー、かっこいい。あ、あれ食らってねえんだけど。あぶねえ、あぶねえ、くそ、スクワ試させろ。どこ行く気だおめえよ、ふざけん。追いかけし、追いかけし、どこ行った、くそ、あいつめっちゃ逃げるな。うわ、またイフリートおるのか、邪魔、イフリート邪魔。やべえ、400しかねえし。あぶ、あつあつ、絶対あつあつあつい。初めて死んだ。どこ、あれ、生き返ってる、まだギリ生き返ってる。リジェネできない、ちょっとちょっとちょっと、あつ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 、あいつ名もなき少女って誰やねん、あいつぜ。待て、こら、こいつ飛びまくるけど、うざいんだけど、なん、トランスって、ん、召喚スコアが、召喚、召喚あれか、ちょっと待って、どこどこ、召喚時、召喚どこ、あれ、なんかこの辺にいたよね。いや、ロック解除、解除して、解除、解除はどこだ。あいつらにしか標準が向かねえ。うぜえ、この辺に召喚獣いただろ。後ろだ、後ろ、もっと後ろ、もっと後ろに、あったあったあった、あれだ、あれあれあれ、これ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 、あ、ちょちょ、待って待って待って、なんで、これこれこれ、むず、召喚していいの、召喚してくれ。あ、こいつの自分たちのやつか、召喚って。なるほど、ありがとう、自分のやつだったわ。全然ブス、何この召喚獣、やだやだ。てか制限時間いつまであんの、これいつまでやるんだ、これ。死んでくれ。何、何がどうしたの、え、何がどうなってる、これ。あいつ誰を殺せばいいんだ、これ。お、倒れてんじゃね、ワンチャン、ワンチャンやれる。
よしよしよし、クリア。はいはいはい、オッケー。ならばちょっとストーリーモードいけるんじゃねえか。うんうん、HP 攻撃。ん？違う違う違う、これじゃない。ストーリーモードとかあるのかな、これ。ストーリーモード、これだ。ならば全て終わらせたので。え、閉ざされた記憶を解放するメモリアを使ってパネルを開き、選手たちの青いパネルはイベントパネルです。バトルは発生しないとき気軽に進んでください。あぬ、バトル始まんねえの。解放って何これ。はい、わあ綺麗。始まりの物語で、メモリアが一つ足りません。メモリアってどこで回収すんねん。初見です。まだ、さく、ん？なんて読むんだ、さっきちゃん？ん？じゃあ、みずきちゃんかな？みずきちゃんかな？よろしく。 FF のね、ゲームをしてみてるんだけどね、メモリアってどこで取るんだ？メモリア、メモリアちゃんはどこで撮るの？オンライン。オンラインでバトルしに行っちゃっていいのかな？行っちゃえ。一人で出撃して、近い腕前のプレイヤーと対戦します。パーティー。ビリビリでもしてますよ。お、マジで？これ難しい？どう？楽しい？これ。こういうゲーム初めてやったんだけど、なんかプレイヤーでやりたいな。ネットワークに接続。クソ難しいですわぜ。走るのが大変だよね。あ、どんな、確かに、確かにね、慣れだよね。慣れ必要だよね。なんかね、走るのがR1 っていうのがね、ちょっと嫌だな。普通にバッて走らせてくれって感じ。何これ。離脱敗北、フレンド。情報からし、何？パーティー、誰でもいいんだけど。そのゲーム気になってたんですが、おもろいっすか？今までやったゲームで一番むずいかもですわぜ。確かも、確かもじゃない、確かに。むずい、わりかしむずい。なんか慣れないとむずいかも。フレンドいないんだけど。パーティーね、友達ね、友達ねーわ、ごめん、友達いなかった。普通にソロで行くわ。おい、行けた、行け、え、行けた？何がいいかな。とりあえずおっぱいちゃんで行くか。さっきセフィロスでちょっとチュートリアルをやってみたんだけど、どんな、あ、ゼロ、お、これゼロ式のやつだ。やべ、タイムがある、タイムリピットがある。うお、どうしようどうしようどうしよう、すげえ悩むぞ、すげえ悩むぞ。かっこいい。
おっぱい、おっぱいちゃんに決めた。ごめん、おっぱいちゃんでいくわ。キューちゃん久しぶりだね。ありがとう、お茶ありがとう。バトルセットを選ぶ。これしかないのか。おっぱいちゃん。参加するメンバー誰が来るかな。友達いないけどメンバー来てくれるかな。俺はライトニング使ってます。ライトニングかっこいいよね。あ、コンティニューコインありがとう、嬉しい。まあ、いつもねホラーゲームをね上げてるんだけど、こういうゲームはねちょっと戦う系はジョジョぐらいしかやったことないから、友達いねえじゃねえかよ。このゲーム流行ってねえのか。ワッティン、ワッティン、やばい、友達がいない。オンラインで入ってきてくれないぞ。あ、みんな選んでるとか、キャラクター選んでんのか。ならば仕方ないな。ちょ、これで行きたいんだけど。あ、来た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 、友達来た。あ、準備完了完了、 OK。 なんだブロンズ D、 うち E なんだけど。召喚獣、あ、いや、かっこいい、これがいい、これに決めた。やった、うちのあんなしょぼい召喚獣じゃなくなった。みんなでもあんまりやり込んでねえな。よろしくね。お、ゲームマッチングと共通ですよ。あ、そうなんだ、心強い、心強い、心強い。おほほ、いきます。任務開始だ。世界の乱れを沈めよう。このキャラクター何、待て待て、お前に決めた、お前に決めた。なんだっけあのキャラクターは、 FF8 のキャラクターだろう、どうせ死ぬがよい。届かねえ、攻撃が届かねえ。くそ、待て待て、逃がさん、逃がさんぞお前の HP。 くそ、待て待てよお前、逃げすぎじゃこら、いてー、やべ、狙われてた、カウンターか。あいつを、あいつを狙え、あいつを。待って、仲間いねえじゃん、仲間、仲間どこ行った、仲間。あれスコールだっけ、あれ、お、あいつ狙うぞ、 T だ、あいつ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 、こいつ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 、もう HP クソ、あ、待って、近くにクソ少ないやつがおる、やべ、私もクソ少ないやつやで、狙われる狙われる、やばい、狙われる、危い、ガードするガードするガードする。待って、召喚獣いないの、召喚獣、ちょ待って、見えない見えない見えない。お、召喚獣、タッチパネルで召喚か、これ、あ、違うか、敵だ敵だ敵だ、これ敵の召喚獣だ、やべえ、壊そう壊そう、壊してしまおう、よし、壊したぞ壊したぞ、お前らの召喚獣壊してやったぞ、ういー、あ、戦闘風の、やった、よし、あいつだ、あとはあいつ、召喚獣呼ぼうとしてる、殺す、死ね、 T だ、死ね、どこ、ジャンプできねえ、ジャンプできねえ、やべ、やべ、あ、あん、あん、もう死んだ、行く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 、今行く今行く、やばいやばい、私の召喚獣やめろ、壊してやる、よし、壊した壊したぞ、どこや、おお、お前だ、お前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 、逃げんじゃねえよ、なあ、召喚獣出したい、誰か出すんだ召喚獣、え、何これ、あ、え、負けた、はぁ、あ、
待って、1回しか負けてないのに負けたの。123、わあ、うちの仲間が弱すぎるんじゃ、ボケー。マジか、こういう感じのゲームか。なるほどなるほどなるほど。ギルを手に入れたクポ。あ、ショップとかでいけるんだ。からキャラクター選択、ちょっと戦いづらかったぞあいつ。どれにしよっかな。なるほどな、こんな感じ。なんだこいつ、かっこよす、かっこよすぎる。あ、これもいいな、この芝居っぽいね、なんか。ほうほうほう、どれにしよっかな。キモ、これはさっきの子は使ってたっつって。こいつパラディ、イケメンさすぎる。あれ消えちゃった。オフライン、うん、あれ、こいつで行く。なんか、ね、止まってたね、ごめんね。こいつで行こう。かっこいい。あ、これセシルってやつなの。でもディオ様っぽいからセシルにした。じゃあ本当だ、セシル・ハービー、かっこよくない？イケメンじゃない？え、これ何？ FF のなん、いつの時のキャラクターなのこいつ。むっちゃイケメンなんですけど。やばい、ツイキャスの方が画質が伴ってない。これね、なんだっけ、これがパーティーメンバーが揃うまでがクソ遅いらしいから、そこは失礼。友達がいない、友達がいない、メンバーが揃わない、召喚獣出せない。でもさっきね、初見写真より出たデータより出ると笑。あ、ジェクトやっぱ強いんだ。え、これ弱い？あと剣短くないこいつ。当たり判定すげえちっちゃくない？みんな何バイオガって流行ってんの？あ、来た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 、誰？あのセイントセイヤーみたいなやつ、誰？めっちゃよろしく。わ、こいつ、こいつをどうしても出したい。この召喚獣をどうしても出したいよ。芝出したい。芝、メッセージ、あ、喋りたかったのに、くそ。あつとくん、ありがとう。どんな試練乗り越えてみせる。声がいい、声がエロい。上から狙うか、こいつだ。はっ、何いた、横から狙われてる。誰？お前か、お前か。二人で狙おう。はっ、せい、あいつスコール狙おう。
を届かん。くー、痛い痛い。何これ、飛んでいく。あ、いける。召喚獣、召喚獣、召喚獣出せるかな。歩くむず、これ。おお、いた。くそ、私が遠距離攻撃出せるってバレたか。わあ、なになになにや、こいつら。やばやばやばめやばめやばめ。くそ、いった。こわ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 って何。あいつら倒しとかんと。召喚、召喚したい、召喚したい。壊す壊す壊す。よし、ナイスナイスナイス。くそー難しい。あ、モンちゃんありがとう。イエーウィン、勝ったよ、やった。誰強いの、うち毒食らってたけど。信じる力の勝利。かっこよすぎる、声がかっこよすぎる。やべえ、またサインかよ。まあまあいいけど、召喚獣出したいよ。もっと弱い敵いないの、逆に。クーポポー、クーポポー、クーポー、クーポポー。あー、キトー君ヤッホー。 FF のね、ディシディアっていうのをやってみてるよ。お、バキューム、なんだバキュームって。キャラクター選択する。イケメンすぎるよね、美しい。次何にしようかな。おっぱいちゃん難しかったから、こいつ絶対嫌じゃん、こいつも嫌じゃん。これか、さっきの。あ、ちげえ。ああ、すごい、なんかジョジョっぽい、ジョジョっぽい。こいつにしようかな、ジョジョっぽいな。さっきのこいつか、これか、セイントセイヤっぽいやつ。これ結構ちょこまかして難しかったんだよね。セッフィーにしようかな、またセッフィーに。悩む悩む、どうしようかな。絶対弱そうじゃん、カード系。いや、この顔好きなんだよね、この髪型も好きだし、服装はダセーけど。悩むな。こいつにしよう。お前に決めた。バトルセットを選ぶクモ。バトルセットこのままでいいや。参加するメンバーを待っているクモ。準備完了。またね、パーティーが揃うまでに時間かかるからね、これは。3分ぐらいかかる。戦場の神聖って呼ぶのか。オートオん、ロードオブアームズ、フィオニール。名前が全部難しいんじゃ、 FF のキャラクターは。次誰でみんな召喚してくるんだろう。ナンバーワンやりたい、ナンバーワンになりたい。もう これいつの時の FF のキャラクター、こいつめっちゃかっこよくない。ワムー、カミズの嵐って感じ。ソロはね、これツイキャスって綺麗に見えてるのかな。確実に YouTube の方が綺麗に見えると思うんだけどね。あれ、まあ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 綺麗に見えてる。全然揃わねえじゃねえかよ。
友達少なすぎるんじゃ。あ、ディシディア結構やってる人いっぱいいるんだ。いっぱいいるはずなのになんでこんなにセッションが遅いんだ。めめめめ。くっそ遅くない？どうなってる？遅すぎるぞ。キャラクター選びに時間かかってるのかよ。じゃあ他の武器とか防具とかも変えるっちゃったな。なんか関数とかあるのかな一応。これこんなに遅いかね。これはどうにかなんかを設定をしなくちゃいけないんじゃないか。この会社はうちだけが遅いんじゃないよね。全員みんな遅いよねこれね。どうなっている。遅すぎる。押せない。これ一人で戦いに行った方がええんじゃないかな。あと二人ね。あと二人揃わないとね、いけないから、これ。戦いに出れないから。ずーっとこの体勢で待ってるよ。どんだけ遅いんじゃー。そろそろ？そろそろ？バトルセット詳細とか見てもいいんじゃないか。あー、あ、キトーコンちゃんありがとう。これにしよう。マイティストライク、ブレイブシェア、全部シェア系に変えたからな。次は周りが弱くても戦えるはず。なるほど。同じレベルの人がマッチングしてくるらしい。あ、切断されたんだけど。ふざけんなよ。はぁ、なんじゃこりゃ。もうそろそろ。ソロで行くわ、もう。こいつこいつ。あ、キトコお茶ありがとう。バイオが、これでいっか。さあ、来い、誰だ。あれ？ソロプレイにしたんだけど。ソロプレイでも3人で戦わないかんから。最大6人。あ、だからまたこれ投げちゃうよ。早く戦わせてくれ。うちが参加しに行けばいいのか逆に。マッチングしねえんだけど。あ、りょうちゃん見てくれてるんだ、ありがとう。メール、あ、来たー。よろしくな。よし、よろしく頼むよ。行くぞ、準備完了だ。召喚獣を選ぶ
召喚獣何にしようかな。何このジジイタコみたいな。イフリートはさっき見たから、じゃあこのジジイでいいや。ラムーワムーだったらよかったのに。ありがとう、ありがとう、よろしくな、よろしく頼むよ、よろしく頼むよ。かっこいい。うるせえ、ティーダが2人もいるぞ。おお、いいぞ。ハメ殺しじゃ。あいつ逃げんじゃねえ。どこ行った？いて。そ、届かん。いた。やばい。やばい、やばい、やばい。やばい。やろうとしてたやつにやられた。ふざけんな。もう一回、もう一回、もう一回。悪いじゃねえよ。殺すぞ、あいつ。T ダメ。ティーダをやる。召喚獣だと、召喚獣、召喚獣出せないの。よし、殺せ。オッケー、よし、殺したぞ。ティーダ2人殺したよ。召喚獣出したいんだけど、タッチパネル押したよ。やったー、私が一番だイエーイ、元気だな満足、世は満足じゃ。やばい、あたすー。リジェネ、リジェネ欲しいね。やっぱ回復。じゃあさっきのね、なんかチケットみたいなのを手に入れたから、これだ。やったー。試合3回目ぐらいで1位になったと。解放しよう。えい。こいつはノクティスだ。ノクティス、名前忘れてたわ。服がな、え、おお、かっこよい。眉毛が細くてこんなに似合う女っているのか。
コスモス。うちはノクティス状態だぞ今。すげえ角だな。ほうほう。あ、こいつかわいい。あ、こいつもいたな。セフィロス、おっぱいちゃんだ。かっこよすぎる。結構気強い系のキャラクターなのか。で、私はこれなくなったからまた戦いに行くと。話をストーリーを読むのに戦いに出てみたいな。ん？オフラインバトルでも戦えるの？いや、オフラインは絶対面白くないから。チュートリアルもいいじゃん。トレジャーショップってなんだろう。ちょっと見てみよう。何が買える？何が買えるの？お？ん？うん？あ、トラちゃん買ったよ。買ってみた。やはりできるだろう。え？購入するキャラクターってほぼ同じじゃね？どういうこと？同じじゃん。さっき出てたのと同じじゃん。アイコン？アイコンなんていらない。バトル BGM。 セシルかカインだな。やるならセシルかカイン。名前見てみよう。セフィ、セシ、セ、セシル。あ、こいつね。あ、カインも強いの。これ何のキャラクターか全然わかんないんだけど、 FF のいつの時のキャラクターですかって感じ。さっき使ったのは、この、フオニールってやつと、これ。このおっぱいちゃんと、セシルくんと、あと、セフィロスと、じゃあ、こっちか。え、違うな。これは使ってない、まだ。この辺の下のやつらも使ってあげたいんだけど、なんか上のやつらの装備の方がなんかかっこいいから、ね、かっこよさで決めて使ってる。あ、4なんだ。4かやったことないな。FF の4。買うまでもないって感じだな。カスタマイズ。キャラクターカスタマイズ。何？なんかカスタマイズできるの？服着せれんのかな？あ、書いてあるわ、FF の。アラディン、セシル、ユウキシカイン。あー、はい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 。だからなんか召喚獣いっぱい出てたの？最初から。さっきね、一回だけ買ったんだ、こいつで。かっこえー。こいつね、なんか遠距離攻撃使えるからね、ちょっと卑怯いっちゃ卑怯いけど、ありがたいよね。こいつも遠距離なんだよ、確か。なんかいっぱい横からちまちまなんか投げてくっからうざいんだよね、これ。
まあね、ちょっとこのゲームはね、ちょろちょろね、自分一人の時でやるから、またちょっと見に来れる時は見に来て。で、ちょっと今日はね、仕事の合間でちょっとさらっとやってみただけだから、今日はここで終わっちゃうね。じゃあこの続きをまた適当にやっていくから。でも多分ね、ホラーの方がうちは好きだから、ちょっとこのゲームちょっとどうなるかわかんないけど、まあちょっとちょくちょくやってみる。セフィロス様に会いに来る。じゃあね、また、じゃあちょっとブロキャスの方は消しちゃうね。ありがとう。